マービン・ビカースはイギリスの指揮者、作曲家、ロンドン出身。7歳からバーティフェローズとジョン・スノードンにチェロを学ぶ。また、祖父の講演でドイツに留学して作曲理論や指揮法を得得した。1931年にマルセイユのバリエタ劇場の指揮者になり、1932年に帰国後はニューポート演劇オペラ協会。 ノーザンプトンフィルハーモニー協会、カーディフフィルハーモニー協会等、様々なイギリスの音楽組織の指揮者を務めた。1934年にはヘンリーウッドの助手も務めている。1938年からラジオ局の音楽のアレンジャーの仕事を引き受け、弦楽師重奏からオーケストラ用まで様々な曲のアレンジを手掛けた。1940年に、 イギリス空軍に入り、1947年に、除隊している。1952年には、グラハム・ウェッダムや、ロバート・ギルと共に、ニュー・オルフェウス・コンサートグループを設立。このグループでのコンサートの企画は、翌年には、BBC のオーケストラ・アワーで取り上げられることとなった。1954年には、ウィリアム・バーリントンイコール・クーペの設立した。 コンサートアーティストレーベルの芸術監督となったが、このレーベルはすぐに資金面で行き詰まってしまった。1964年には、同セットに移住し、スワネージ合唱協会と関わりながら、作曲活動を行った。1973年には、親友の解放するウシャプルジ・ソラブジの作品から主題を拝借した、変奏曲と風ガを発表している。スワネージにてぼつ。 アーカイブ2015年9月28日、ウェイバックマシンアーカイブ2017年9月19日、ウェイバックマシン、マーヴィン・ビカース・ディスコグス・ハット、バイオグラフィカル・ノーツ。2019年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月24日へずらん。ありがとうございます。